幹部たちの思惑が渦巻く中、新選組で龍馬は一人覆面の男の手がかりを探す。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。数少ない協力者を得た龍馬、しかし土佐藩の大殿山内容堂が土佐に戻ったことを知る。そして時を同じくして竹地半平太に土佐帰還命令が下る。土佐に不穏な気配を感じながらも、龍馬は再び覆面の男を追い始める。あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。せやけど肝心なものを忘れてへん？さあお龍ちゃん。これは裾を直してくれたのか。気にせんといて、ちゃんとお代はいただくさかいな。おかみさん。せやね、斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。さあそろそろ出なあきまへんな、三番隊隊長さん。ああ行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。
ください。いかがですか。気ぃつけろや。ん？何？どうも、斉藤さん。お、羽織バッチリ決まってるじゃないですか。隊長の仕事を一通り教わるんだったな。はい、じゃあ早速始めますか。ああ、頼む。まずは豚所内を案内します。ついてきてください。
昨日ここには来ましたよね。タイの大事な会議とかはこの本堂で行います。それで次の場所に案内します。わかった。それ来るんじゃん。ここは土蔵ですね。でも蔵としてだけじゃなくてまあいろいろ使わせてもらってます。さあ次に行きましょう。ああここには各隊長の部屋があります。もう案内されたそうですが、斉藤さんの部屋もここですね。身支度したい時や休憩を取りたい時に使ってください。では次に行きましょうか。ああ、斉藤さんはまだ聞いていないと思いますが、山並さんの3番隊には普段の京都の治安維持以外にある任務が与えられていたんです。山並さんの後釜の斉藤さんにもその任務を引き継いでもらいます。詳しいことはそこの受付にいる担当者に聞いてください。斉藤さんが来ることは伝えてありますから。それじゃまた後で。
こんなとこですかね。隊長の仕事は以上です。わかった。時間も時間ですし、今日はもう上がっちゃっていいですよ。じゃ、お疲れ様です。ああ、
危ないわ。斉藤はじめさん、私ですよ。誰だ？おっと、失礼しました。お話しするのはこれが初めてでしたね。新選組監察の山崎と申します。よろしくお願いします。三番隊隊長殿。監察？新選組の中でも情報収集や偵察に特化した部隊です。だからこの手の変装はお手の物というわけです。あなたをお待ちしていました。ここは寺田屋へ帰るには必ず通る道ですからね。俺のこともそれくらいは調べがついてるってわけか。そういうことです。これからはくれぐれも行いにはお気をつけください。どこで誰が見ているかわかりませんから。それでなんでこんなところに？東堂さんから話は聞かれていますね。三番隊の脱走大使の件です。脱走大使？ああ、確か秋元って男だったな。そうです。その秋元の居場所がつかめました。奴を捕らえるのは斉藤さんに一任されているかと。ああ、そう聞いている。で、秋元ってのはどこだ？祇園の日向屋という店です。のんきに馴染みの女と飲んでいるようで愚かなやつです。大方今日から逃げ出す前の思い出作りといったところでしょう。なるほどな。わかった、すぐ向かう。初の任務ですからくれぐれもご注意を。では失礼いたします。
です。もうしません。いらっしゃいませ。また今度。でも絵師が描いた吉原の花魁が偉い美人やっと遅いですよ、斉藤さん。東堂、
なぜここに。土方さんが行けって斉藤さんの最初の仕事だし、万が一って時のための保険だそうです。そんなもの必要ない。俺もそう願います。また三番隊の隊長が変わったりしたら名前を覚え直すの面倒だし。さてと、斉藤さん強そうだから大使くらいはまあ一人で十分ですよね。俺は秋元が逃げないようにここで出口を塞いでます。ああ、それでいい。じゃあ準備ができたらちゃちゃっと片付けちゃってください。俺も早く帰りたいんで。準備はできてる。見張りは頼んだぞ。これは何の御用で。新選組だ。騒ぎにするつもりはない。上がらせてもらうぞ。あ、ちょっと。あら、どなた？新選組だ。ここに秋元という男が来ているな。なんだ、私に会いに来たんじゃないの？秋元君なら今お花を摘みに行ってるわよ。便所ってことか。どこにある？ねえねえ、あんなやつ放っておいて、お酒でもいかが？は？彼、新選組だって言うから馴染みになってあげたけど、とにかくドケチ。それに聞けば入隊だってコネ使っただけでしょ？そんな男こっちから願い下げよう。その点あなた、強そうだし、結構顔もいい線いってる。それにその羽織、隊長さんしか着れないやつよね。でしょ？よく知っているな。当たり前でしょ。今、今日の街で新選組といえば、男なら憧れ、女なら心をなびかす。しかも隊長さんとなれば、私が心変わりしても誰も文句いやしまへん。あなたなら今すぐ馴染みになってあげる。だからさ、水木ちゃんから離れろ。やだ、もう戻ったの？お前が秋元か。俺が来た理由は分かってるはずだ。豚書まで来てもらうぞ。誰が行くかってんだ。悪いけど、あんたを切って俺は水木ちゃんと今日を出る。そしてどこか山奥で二人静かに暮らすんだ。覚悟はできてるんだろうな。うるさい、死ね。この程度でよく新選組に入れたもんだ。さあ立て。待て、頼む、待ってくれよ。女が見てるぞ、潔くしろ。
聞いてくれって、俺はさ、もうあんなとこ戻りたくないんだ。そもそも入隊したのだってコネ使っただけだし、それに嫌ならすぐ辞められると思ってたんだよ。お前みたいのがなんで新選組に入ったんだ。そりゃ町であんだけ幅利かせてんだからモテるだろうと思って。けど実際入ってみたらイカれた人斬りばっかりでさ、もう俺には無理なんだって。頼む、見逃してくれるなら金を払う。だからもういい、トンショに連れて行くのも面倒だ。さっさとどこかへ帰ろう。え、いいの？ああ、ただ逃げるんなら気をつけていけ。表に東堂が待機してる。静かに裏口から逃げるんだな。本当？やったー！水木ちゃん、行こう。え、ちょ、私は。ほら早く、こいつの気が変わらないうちに。でも私がここから足抜けできるわけないじゃない。そんなことどうにでもなるって。さあ早く。おい、おっとバッチ。いいな、この件は必ず俺ら7番隊で片付けるぞ。そうすりゃあれだけの賞金だ。金でも女でも好きにできるぜ。谷、何かあったのか。あ？斎藤か、てめえには関係ねえ。おい、行くぞ。何だってんだ。斎藤だったな。あんたは？6番隊隊長の井上だ。実は人斬り伊蔵が出た。人斬り伊蔵？まさか岡田伊蔵か。そうだ、土佐勤王党の大物岡田伊蔵。奴はこれまで幕府方の人間を何人も斬っている。新選組はずっと奴を追っていた。そうだったのか。その伊蔵が今日鴨川のほとりでうちの大使を斬ったんだが、監察の山崎がその行方を突き止めた。どうした？いや、何でもない。
何でもないって顔には見えんがな。一応伊蔵は生け捕りにするよう奉行所から達しが出ている。だが今現場に向かっているのは谷と鈴木の隊、あいつらのことだ。まずその場で殺すだろうな。伊蔵は落外の賭場にいる。お前も来い。相手は伊蔵だ。準備を怠るな。伊蔵、やるしかねえのか。なのか。てめえも賞金狙いってわけだ。私が呼んだ。この戦力では心もとないからな。ああ、無用の六番隊長が何抜かしとんねん。てめえなんざ足手まといにしかならんやろが。お前らの足を引っ張る気はない。ジジイは引っ込んでろ言うとんねん。斎藤、お前もや。うるせえな鈴木、お前の出る幕もねえんだよ。伊蔵を取んのは俺だけだ。谷、てめえ。ああ、なんだあれ。おい、あれ新選組じゃ。はい。おい、まだ来るぞ。新選組や、どけ。なめんじゃねえ。谷のやつ、おっぱじめやったな。我々も行くぞ。ああ。見つけたぜ。観念したのか。何をやっちまうとはの。噂通り大した腕や。せやけどこいつの前じゃ剣の腕なんて関係ないやろ。
余裕かましとるんやないぞ。谷三十郎に鈴木三木三郎、新選組の隊長も所詮はこの程度。ふん、最強の戦闘集団などと聞いて呆れる。今日は大収穫だ。新選組の隊長を四人も始末できるんだからな。うん、こいつは俺がやる。バカを言うな。同時に攻めるぞ。やつはこういう状況に相当慣れてる。それにあんたは年だ。伊蔵の動きにはさすがについていけないだろう。あいつ相手にあんたをかばいながら戦う余裕はない。俺にやらせてくれ、頼む。いいだろう。いいんですか、お一人で。手柄は独り占めしたいんでな。なるほど。では今のあなたは新選組の斎藤はじめであると。ああ、そういうことだ。これは願ってもない。新選組の隊長であれば私も切らざるを得ません。竹地先生にもご理解いただけるでしょう。今日は思い切りやれる。来い。行くぞ。行くぞ。斎藤をはじめ。ここがあなたの墓場です。くっそ。
ご苦労だった、斎藤。岡田伊蔵、ご公儀要人を手にかけた所業の数々、この道死罪は免れん。待て。どういうつもりだ。そりゃこっちのセリフだ。伊蔵は殺さずに捕らえるんじゃなかったのか。鈴木に谷、隊長が二人もやられている。この場で切らねば新選組の沽券に関わる。こいつにはもう抵抗する力はない。ここで切ればまた町で身風呂と陰口を叩かれる。町の人間に反感を買えばこの先新選組は動きが取りづらくなるぞ。お前にしては随分もっともらしいことを言うじゃないか。そんなにこの男を殺したくないか。なんだ。京都奉行所である。控え。奉行所。岡田伊蔵はここだ。この新選組三番隊隊長斎藤はじめが捕らえた。大木殿下、ご苦労であった。引っ立てい。あんたがあらかじめ役人を呼んでたんだな。そうだ。つまりあんたは花から伊蔵を殺すつもりがなかった。ふん、当然だろう。岡田は殺さず捕らえよという指令だ。それじゃあなんで殺すふりなんてしたんだ。斎藤はじめという男がどんな考えの持ち主なのか知りたくてな。谷や鈴木のような輩をこれ以上増やしたくはない。俺を試したのか。悪く思わないでくれ。それより伊蔵とは随分親しげに話していたじゃないか。そんなことはない。もしもの話、新選組幹部が金の塔の殺し屋と通じていたとなればことだな。想像するのはあんたの勝手だ。まあいい。ところで伊蔵がこれからどこへ連れて行かれるのか知ってるか。何の話だ。今日の牢屋だろう。いいや、土佐だ。土佐だと。土佐藩大殿山内陽動校から手回しがあったらしい。岡田伊蔵は生かしたまま土佐へ送られる。何のために伊蔵を土佐へ。さあな、詳しい話は分からん。だが山内陽道は土佐勤王党を潰すつもりなんだろう。なんだと。なぜそんなこと。土佐勤王党は竹地半平太という男に牛耳られていてな。最近まで陽道校が江戸にいたのをいいことに藩を思い通りに動かしていたらしい。竹地の指示で殺しを続けていた伊蔵は陽動校にとって勤王党を弾圧する材料になる。つまりこの先土佐で伊蔵を待っているのは想像を絶する拷問だ。それじゃ伊蔵がその拷問で竹地の名を吐けば陽動校は堂々と勤王党を潰せる。その名手である竹地は処刑される。伊蔵はここで殺されていた方が良かったのかもしれんな。土佐勤王党にとっても竹地半平太にとってもな。バカな。それじゃ俺がしたことは。
んた。なんや。面倒はごめんだぞ。中岡だ、入るぞ。岡田伊蔵、お前が捕まえたってな。皮肉なもんだ。かつての仲間をその手で捕まえて、それが竹地の危機にもつながっちまうとはな。そう落ち込むな。あの竹地はそう簡単に終わる男じゃねえ。あいつなら陽動校に呼び戻された理由も分かっているはずだ。きっとあいつなりに手を打ってある。だといいがな。心配か、竹地のこと。いや、ならいい。あいつのことはあいつに任しとけ。今は東洋様の死の裏を探ることだ。それができる人間は俺たち以外にいない。吉田東洋を親とする俺たちだけなんだ。ああ、そうだな。俺にはやるべきことがある。だから俺は竹地半平太とは違う道を選んだ。死ぬなよ、兄弟。